こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。1日目、試験終わった、お疲れ。試験出なかったところが多かった。マジか。マジで、うわ、それへこむな。そうか、大変だったな。お疲れ。まあ、気持ち切り替えて、明日に持ち越さないように頑張ろう。でね、俺の方はね、今日もういろんなことがあったんで、今日はね、特にこれっていうテーマじゃなくて、いろんなものの、フォローをする回です。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。月曜から土曜まで毎日43アプリで好評配信中です。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。あと、かぐわ飯のノート版、ノートという、まあ、ブログサイトでやっているかぐわの、記事なんですけども、いろんな土日の、土曜日と月曜の YouTube まとめ、それから音声配信メディアニュースまとめの、完全版を掲載してますので、ぜひそちらもね、フォローしてくださると嬉しいです。はい、すいません、ちょっと前置き長くなっちゃいましたね。今日はね、とにかくフォロー回ですね。いろんな、ネタの続きをやろうという話ですね。で、今日ね、動画短くて本当すいませんでした。もう今日ね、いろんなことがあってとにかくもう疲れちゃってね、すいません、もうあれをあげるのがいっぱいいっぱいでした。はい、まず何を疲れたかっていうとね、今この部屋ちょっと若干声の響き違うのがわかるかもしれません。何かっていうと、鳥さん部屋に今いる僕の仕事の部屋をね、改造したんですよ。何をしたかというと、部屋の半分に間仕切りをしました。ホームセンターに行って、なんかほら、よくゴミのネットとかってあるじゃないですか。ネット、ちょっとプラスチックというか、ね、ネット。あのネットを買ってきて、天井からね、3本、ぶる下げました。天井にフックみたいのをガンガンつけて、で、ぶる下げたんですね。なんかね、横長いのがなくて、1メートルの幅のやつを3枚買ってきて、で、下げました。で、結果としてこう、ダラーンとした網が天井から下がってきて、で、部屋が2つに仕切られてるっていう、そういう状態になってます。要は僕の作業スペースが半分で、残りの半分のスペースが鳥さんスペースっていうねそういうスペースになっています。まあね、でもね、頭いいわ1時間ぐらいで突破されました。なんか網のね、隙間をね完全に塞げないんだよね。好奇心旺盛な方の1匹がね、もう早速30分ぐらいで突破してましたね。まあ、それでもね、だいぶ付きまとわりは減ったので、まあ、ちょっとしばらくこれで運用してみようかなと思っています。なので、TikTok と YouTube ね、ちゃんとコンスタントに上げられるようになってきてると思いますんで、これからもね、頑張っていきますんで、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。はい、で、TikTok なんですよ。 TikTok なんと10月2日ぐらいから突然なんかバズってて、以前作ったなんかこう錆びれたかつての文明みたいな感じのロボットの動画がなんかバズって、10月2日ぐらいにグワーンとフォロワー数が一気に上がって、今まで900人ぐらいだったフォロワーが4000超えしてて、ちょっとびっくりしちゃったんですよね。そうで、まあ、なんだろうな、 TikTok の方は本当にある程度厳選した動画を載せていたので、まあ、YouTube ももちろんそうなんですけど結構前の動画も多分見られるんだか、他の動画もかなりいいねがついていて、突然ね、フォロワー数が増えてちょっとびっくりしていたと。まあ、一応そのなんだろう、専任クリエイター、なんとかクリエイターっていうのに一応選ばれたので、週に2本上げなくちゃいけないので、それもあって頑張ってるっていうのはありますけど、まあ、なんか音楽やっぱりいいのをつけると
うん、TikTok は多分レコメンドされるので、そういうのも聞いてるのかなっていう気がします。確か1ヶ月ぐらい前にね、ジブリさんの画像がね、みんな使っていいよみたいな感じでバズってましたもんね。多分あの絡みかなんかの絡みで、そうゲド戦記の BGM を使っていたのでかなっていうのもあって、うん、そう。でもね、 YouTuber からするとあんな有名アーティストさんの曲がね使えるっていうのは本当ありがたいですよね。まあ彼らに短い再生だから、確か彼らに収益は入らないんで申し訳ないんですけど、そう、TikTok も最近かなり力を入れてますんで、ぜひ、かぐわ TikTok で探してフォローしていただけると嬉しいです。それから続報としては、保護猫、前にこのラジオでも保護猫のね話をしました。で、残念ながらね、保護猫ちゃん、でんちゃんか、うん、今日のゆうちらっていうニュースサイトで、7月に保護したでんちゃんが死を報告、ファンから心配の声が上がるとね。タイピー日記さんの保護猫ちゃん、残念ながらね、かわいそうに、本当ね、動物好きなんですけど、この別れがね、別れが本当いつも辛くて、なんかね、飼いたくないっていう気持ちもね強いんですよ僕。そうね、こうやって今日も鳥さんの世話しましたけど、なんかね別れがあるのがね本当毎回辛くて、ね、猫ちゃんもでもねちゃんといい人に拾われて、最後はね本当に幸福だったんじゃないかなと思いたいですね。うん。それから、AR に関して昨日 iPhone の話をしましたが、日本のメディアドゥという、まあ、電子書籍で有名な会社があるんですが、そこが、オキラス、クエスト2っていう、VR の最新デバイスがあって、プレイステーション VR みたいなね。で、その VR の中で電子書籍を読めるっていうね、なんかサービスを発表していて、まだリリースはされてないんですけど、おお、すごいの来たなっていう感じですね。アップルが出すよりね、日本の企業が出したっていうのが嬉しいですね。で、斉藤さん、トレンディエンジェルの斉藤さん、うん、なんか一応、まあ、怪我の調子は特に深刻になってないような感じの報道がされていたんですけど、まあなんかスタッフさんも一応慎重に重ねてシミュレーションしたとは書いてあるような後追い記事が今日出てました。ただ結構ね、過去にいろんな事故あるんですね。なんかね、テレ朝で平野ノラさんが、なんだろう、尾低骨骨折とかで、あとね結構ねフジテレビが多い感じなんですよね。斉藤さんもフジテレビの番組でしたけど、そうなんかね、だからテレビもね、でもこれからもっともっとだろうな、きっと。本当にここ10年で多分テレビの世界って本当にどんどんね変わってっちゃうから、無理強いをさせちゃうね人とかも増えてきちゃうのかなっていう、ちょっとね悲しい感じはしますけどね。収録で全治3ヶ月のトレエン斉藤藤の謝罪文はここがおかしい。収録全治3ヶ月のトレエン斉藤藤の謝罪文はここがおかしいなどで検索すると多分ニュース記事出てくると思いますので、ちょっと見てみてください。それからですね、ちょっとこれ取り上げようと思ったんですが、もうゆうちらさんに取り上げられていたので先に軽く話をしておくと、まあ最近ですね結構セクシー系の動画クリエイターさんが増えていると。で、まあコロナの絡みで、まあ、顔出しをしないで、まあセクシー系で再生回数を稼いでっていう、まあ人が増えてるのかなという分析記事がニフティニュースで出ていました。確かにそうだなと思って、パンピアノさんとかね、すごく、ふくよかなバストを強調されたピアノを弾く、動画の方がすごい有名で、まあ、先駆けのようなね、セクシー系動画の先駆けのような形でよく取り上げられていましたけども、で、ただ最近ちょっと増えてきたなと僕も思ったんですよね。そういうニュースがたださらに出てきたと。
で、びっくりですよ。とにかく柔らかい白雪さん、とにかく柔らかい白雪さんという方がいて、なんとびっくり、この方1週間で登録者数10万人増加っていうで、本田翼さんかよっていう感じなんですよね。いやー、でただね、もう完全に何でしょうね、狙った動画が多くて、しかもなんかクラウドファンディングじゃないけど、ファンサービス、オンラインサロンのようなサイトに誘導するようなリンクもあって、もう完全に、まあ、プロットまでは言わないですけど、もうなんか、うん、そういう動線をちゃんと計画的に描いてる、もう YouTuber さんだなっていう気がします。うん、まあでも、とにかく再生数稼げちゃうんだっていう。ね、以前、本当にレコメンドとか、子供向け動画の話が出る前は、本当にね、レコメンドとかにいろんなことで出るケースが増えてましたけど、最近は本当にこんな、なかなか出る機会も減ったので、こんなね、景気のいい再生回数の話は久しぶりだなと思って見ていました。まあでもセクシー系まだ出てくるんでしょうね。はい。というわけで今日はかなりとっちらかった話が多かったんですが、もう時間ですね。いろんな話のフォローをしたという回でした。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。